プラットフォーム、折渡り駅は、秋田県由利本城市岩木上黒川座伊豆田101にある、東日本旅客鉄道上越本線の駅である。上越本線内では、女子駅や桂根駅とともに、JR2 館、e、と同時に、信号場から昇格した駅の一つである。大半の普通列車が通過し、停車本数が非常に少ない。 2021年3月13日ダイヤ改正時点で、下りは北方面が5本、上り坂方方面が3本のみが停車する。当時の岩木町広報によると、信号場としての開業時から地元民の乗降を取り扱っていた。駅となった後も役目は、信号場時代と大きな変化はなく、普通列車の多くが通過する。 この模様は2013年10月28日放映の人情たっぷり東北ローカル鉄道を行く後編で紹介された相対式ホーム2面2線を有する地上駅ホーム有効長が短いため4両編成以上の列車の場合は3両分のみ開閉可能となる古戦橋はなく上りホームへは構内踏切で連絡している駅の岩方には 折り渡りトンネルがある、宇ご本城駅管理の無人駅である、折り渡り信号場に関するカテゴリー、ありがとうございます。